リポーターの土山夏実です。私は今白浜町引きエリアに来ています。今回ここでインバウンド向けのツアーが行われるということで、私も早速参加してみたいと思います。楽しんできます。今回のツアーについて教えていただけますか。はい、旧引川町の、まあ、コンテンツを、うん、はい、皆インバウンドの方に訴求するために、はい、藍染め体験と漁師飯と、はい、川の幸の食事対決、はい、それから漁船クルージングで、これはあの夕焼けコーヒーとともにみたいな感じで、うん、素敵ですね。はい、それとあの、まあ、温泉ということで、一応あの4つのコンテンツをストーリー仕立てにした4ストーリーズっていう形のキャッチコピーをつけまして、皆様が1つの体験で終わらずに引川町に長く滞在していただくようなコンテンツにしている形です。はい、では私も参加させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に訪れたのは藍染め体験。旧引川町では豊かな自然と共生しながら町を活性化させたいと藍染めの取り組みが古くから始まったそうです。ここではどのような体験ができるんでしょうか。ここではですね、藍染め体験と申しまして、はい、この引川の地で、はい、昔から、盛んに行われていた藍染め体験を、体験することができるんですけど、まあ、今回この観光庁のインバウンド向けのコンテンツの創出事業というところで藍染めっていうのがですね、一つ特徴的だなということで藍染め体験をちょっと入れているという状況です。それじゃあ私も今から体験させていただきたいと思います。今回は東京から大学の先生やインスタグラマーが体験会に参加しました。私もお店の方に優しく教えていただきながら藍染めを初めて体験させていただきました。はい、やってみたいな、うん、丁寧に教えてくれるよね。はい、ゴールがないのがまた一つの楽しさで、染め上がった後にこれがどういった作品になってるのかすごく楽しみです。はい、よいしょ、おー、緑に染まりました。なんか今この濃い青なんですけど、それよりかちょっと薄い青色にしたい部分を外して今から残り2回染めます。あとどうしようかな。もう大丈夫でしょ。よし、これで見ましょう。どうでしょう。すごい綺麗にできました。いろんな模様が見れて楽しいですね。初めて完成形を見たんで、はい、やってみてどうでしたか。楽しかったです。私も楽しかったです、はい、なんか板をこう重ねて、はい、水玉模様を作るんですけど、はい、ちょっと難しかったんですけど、普段使いもできるような柄を選びました。そうですよね、はい、すごいおしゃれに仕上がって ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日の体験いかがでしたか。思ったよりも、うん、簡単だったかなと。指導いただいた先生の懇切丁寧な手を取り、はい、足を取りっていうところで楽しませていただきました。はい、はい、よかったし、はい、続いてはじゃあちょっと港にやってきたんですが、はい、ここではどういった体験ができるんでしょうか。はい、ここではですね、漁船クルージングと申しまして、普段漁業等で使っている漁船に乗っていただいて、はい、ちょっとクルージングを大体40分ぐらいで楽しんでいただくんですけども、はい、今回はそのこの引川の町にありますコーヒー農園さんのコーヒーをですね、漁船に乗りながら飲んでいただくということで、引き立てのコーヒーを今日ちょっとアイスコーヒーにして持ってきているので、夕焼けを見ながら
ちょっとコーヒータイムみたいな感じで、はい、楽しんでいただくコンテンツでございます。はい、いやクルージングしながらコーヒーってすごいいいですね。楽しみです。そうですね、いよいよ出港です。いただきます。すごい香りがいい、うん、あ揺れるチェリーコーヒーってどうなの、ね、チェリーの感じが高い、開けてくれ、うん、飲みやすい香りのいいコーヒーです。おお、大パノラマで360度どこを見ても素敵な景色です。感動です。よいしょ、いや楽しかったです。すごい大自然を間近に感じることができました。クルージングいかがでしたか。いや気持ちよかったです。そうですよね、はい、風気持ちよかったですね、はいはい、暑い夏でもこんなに涼しく感じられるのですごいいいと思います。クルージングいかがでしたか。はい、本当に風が気持ちよくて、もうプラスこのコーヒーで本当に涼しげなクルージングを満喫できました。ありがとうございます。体験はまだまだ続きます。こちらではどういったものが食べれるんでしょうか。はい、ここはですね、漁師飯とあと鮎のあしらった料理なんですけど、漁師飯は海の幸で、はい、この辺の漁師さんが取った新鮮な地魚の丼と、ここで川の幸ということで日川の天然鮎、それの加工食品ですとか、あと塩焼き、これは2つの海の幸と川の幸両方が味わえます。あ、それではいただきます。うん、具材が一個一個すごく大きいので、一口でも食べ応えがあってすごく美味しいです。すごく香ばしくて美味しいです。しっかり塩の味も効いててプリプリしてます。本当に美味しくて大満足でした。そして体験の疲れを癒させていただきます。いやー、いいな。こちらではどういったことを体験できるんでしょうか。はい、ここは温泉施設でリバージュスパっていうんですけど、はい、白浜温泉と一線画したこの引川内にある唯一の温泉施設なので、はい、そこで温泉を堪能いただくというコンテンツでございます。はい、どういった温泉があるんでしょうか。そしてここはもうかなりぬるぬるのお湯で、冷え性とかですね、肩こりとか、あとは美肌効果もあるので、女性の方には非常にいいかと思います。そうです、はい、そうです、はい、フォーストーリーっていう中で、原点回帰といいますか、温泉もあるよというのを今一度ですね、ここに来る人たち知ってもらいたくて、はい、この施設をコンテンツの一つに入れさせていただきました。はい、翌日体験会の参加者からご意見をいただいて、ツアーの改善に役立てるそうです。ではプロデューサー、最後に、今日1日いろんなところを回りましたが、総合してどうでしたか。はい、4つのストーリーということで、はい、コンテンツ化体験していただいたんですけども、主にやっぱりインバウンドのこの10月以降開港する南紀白浜空港に来る国際線の便があると思うんですけど、主にアジアの方が多いと思うんですけど、そういった方々に、愛されるようなコンテンツ商品にしていければいいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私自身がですね、南紀は白浜と勝浦の間の海岸線、地域というのはあまりよく知らなかったので、藍染めをはじめ引き際の鮎、の美味しさは非常に感動しまして、良かったなというふうに思ってます。それから一つ一つの温泉の泉質、本当にあれは美人の湯ということで、十分売ること
ことができるんだろうなというふうに思います。あの全体的にあのすごく満足度の高いツアーでした。あの藍染め体験はあの以前も別のところでもやったことがあるんですが、今回のところであのストールというのが選べたのがあのちょっと魅力でしたね。その選択肢が多いというのは自分の好きなものをあの作ることができていいんじゃないかなと思いました。インバウンドの方あのおそらく日本ならではのものとかを見たいのではないかなと思うので、あの例えばあの先ほども言いました藍染め体験とかも伝統文化なのですごくいいと思いますし、あのお食事もその土地のものっていうのはすごく喜んでもらえるんじゃないかなと思いました。いや本当に楽しかったです。なんか普段できないような藍染め体験とか漁船クルーズとかも乗らせていただいて、本当にスペシャルな体験がたくさんできる街だなっていうのを改めて実感しました。で私自身和歌山に住んでいますが、本当にそういう魅力があることを知らなかったので、こういう風にしてたくさんの人に知っていただけたら嬉しいです。ぜひ皆さんこの街にお越しください。